なぜ神様を信じる人は幸せなのか小林聖観第2章神様を信じると人を喜ばせることができる神様と人との関係は親と子の関係私たち人間の親子というのは親が子供に対して 何かをしてあげるときに見返りや報酬がなくてもしてあげますねそれが親子というものですね親は見返りや報酬を一切期待しないで自分の子供であったらいくらでもしてあげますでもこの子供が何でもしてもらうことが当たり前で当然なんだとずっと思い続けて そうした態度を見せ続けていると親はししさや悲しさ、や悲疲れを感じるようになります。ところがもしこの子供がありがとうという言葉を一言でも言ってくれるとそれまでの疲れが全部吹っ飛ぶだけではなくて虚なしさが全部吹っ飛ぶだけではなくてもっとしてあげようと意欲が湧きますよね。 仮にこの子供がありがとうを言うにあたって心が全くこもっていなくてとりあえず口先だけでありがとうと言うだけでも親はいい顔をして元気になります。もっとやってくれるとたとえ下心、邪神、損得感情で子供が言ったとしても親はそれを全部分かっていて 口先だけで言われたありがとうに対してさえももっとやってあげようと気力が湧いてきますそのような親子関係が人間の中には作られていますなぜでしょう人間の親子関係そのものが神様と人との関係なのではないでしょうか人間の親子関係は神様と人の 関係の見本として私たちの人間生活の中に組み込んで神様が示していたのではないでしょうか神様は人に対してシャワーのごとく好意や善意の雨を降らせています見返りや報酬が返ってこなくても構わないいくらやってあげてもいいしかもそれが当たり前なのですでも 全部自分の努力でやっている自分の才能自分の力によって人生が成り立っているんだと思っている人を神様が上から見ている時には神様も疲れや虚しさ悲しさを感じるかもしれません実は そのことを親子関係を通して見せてくれていたのではないだろうかこういうことを事実として伝えるために親子関係の中にそういうプログラムを組んでいたのではないかと思うのですでは私たちは神様に対してどうすればいいのか心を込めなくてもいいからありがとうを言っていればどうなりますかありがとうを言っていれば 神様はそれで疲れをものともせず虚しさも感じなくてさらにやってあげようという気になるのではないでしょうか私たちは神様に対してありがとうと言っているだけでずっと神様はやり続けてくれるということなのです父と子の関係が神様と人との関係らしいその見本として 親子関係を作ったキリストは聖書の中でこういうふうに言っています。父と子と精霊の皆のもとに。この世には父と子の精霊の三者がいるらしい。父と子の関係は人間の親子関係と全く同じようにできているらしい。つまりいくらしてあげても構わない。 でも当たり前だと思われていたらつらく悲しく疲れる。でもそれがたとえ心がこもっていなくてもありがとうと言ってくれたらもっとしてあげようと思うという関係が実は父と子の関係なんだ。神様と人との関係なんだということなのです。「はい」という日本語がありますがそのもとは 拝むととといいうう字でですすはい、と手をを合わせることを言うのですそれと同じようにイエスっていうのはイエスキリストに誓ってという意味を含みます。ですから肯定する言葉というのは神様と共に存在しています。もし皆さんの中に辛抱して人の2倍3倍の努力をしてその結果として 周りの人に対して苛立ったりトゲトゲしていたりそういう投げかけをしている人がいるようでしたら即刻やめた方がいいです努力そのものをやめた方がいいみたいですそれよりも周りの人に対してひたすら感謝をすることの方が神様にとって望ましいみたいだという結論になったのです 神様を味方につける考え方何があっても誤解不平不満愚痴泣き言悪口文句を言わず口から出る言葉が全て優しく温かく楽しく周囲の人を元気にするものであるという人になれば地球や宇宙を味方につけることができます「地球や宇宙を味方につけるとは」 自分ととと地球や宇宙とのリズムが合っていいる人という意味です。例えば信号を渡ろうとして横断歩道に差し掛かった時ちょうど信号が青に変わるまたスーパーのレジで会計をする時小銭入れの1円玉の数がぴったりちょうどだったというようなことがいつも起きている人のことを地球や宇宙のリズムと その人の人リズムが合ってていいいいるるとと言言まますすす還元すればついてるとも言います反対に信号を渡ろうとして横断歩道に差し掛かった時それまで青だったのに赤に変わってしまうまたスーパーのレジで会計をする時1円玉がないどころかコインが全てなくて大きいお札しか残っていない というようなことがいつも起きている人は地球や宇宙を敵に回している人ですそういう人はやることなすことがいちいち面倒くさいことになってしまうついてない人生ということです地球や宇宙のリズムと合っている人の共通項は常に口から出てくる言葉が嬉しい楽しい幸せ 「愛してる、大好き、ありがとう、ついてる」などの肯定的な言葉であること反対に地球や宇宙を敵に回している人の共通項はつらい、悲しい、つまらない、嫌だ、嫌い、不平不満愚痴、泣き言悪口、文句などの否定的な言葉を多く言っているということです。そしてて外に出て 何気なく天気への不満を言っている間は否定的な評価論評をする癖がついたままですどんなに一生懸命生きているつもりでも宇宙は味方になってくれません自分の口から出てくる言葉は言えば言うだけもう一度それを言いたくなるような現象が降ってくるというのが宇宙の法則です 聖書の中のヨハネ伝の「はじめに言葉ありき」「言葉は神と共にあり」「言葉は神なりき」という一節は実は人類創世紀の描写ではなく普遍的な宇宙方程式であるらしいのです嬉しい楽しい幸せ愛してる大好きありがとうついてるというような 喜びの言葉を言っているとまたその言葉を言いたくなるような現象が自分の身を取り囲むそしてその数が多ければ多いほど本人が考えつかないくらいすごい喜びの出来事が起こり始めるそうなると人生が楽しくてしょうがないということです逆に世の中はそんなに甘くない と言っているといつまでも甘くない状況に囲まれているということです。そのような単純な方程式を言っているのであって肯定的な言葉をいつも言えるような心の美しい人にならなければいけないという話ではありません。このことは以前「楽に楽しく生きる」という本で書いていますが これを読んだ方から次のような質問をされました。念ずれば思いは叶うということを自己啓発セミナーで聞きました。それと同じですね。全然違います。私の話は根性型自己啓発セミナーの教えとは180度違うのです。その方はナンバーワンになりたいと言っていれば ナンバーワンになれるということですねとおっしゃいましたそうではありませんナンバーワンになりたいと言っていると来年もまたナンバーワンになりたいと言っている状況が続くすなわちナンバーワンにならないということです言葉が減少化するとはそういうことです何々になりたい と言いい続けて幸せせになった人はいません。私が把握した宇宙法則には自己啓発セミナーで教えているような思い続ければ夢は叶うというものはないようですありがとうを年間1万回言ったとしたらまたありがとうと言いたくなるような現象が1万回降ってきますありがとうの内容はわからないけれど ただ「ありがとう」と言いたくなるような現象が用意されるのです。何々になりたい、何々が欲しいと叫んでいる人は、自分の欲望の通りになって欲しいという思いがあります。それでは宇宙方程式は使いこなせない。健在能力15%にとどまっている間は、この内出の小槌は触れないのです。 のの小槌は、は実自らの言葉だった。言葉は神なりき言葉はオールマイティの力を持っているということです実践してみればわかることですが考えてもわかりませんやってみた人だけにとんでもないほど楽しい人生が始まるのです